everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。こんばんは。名古屋のダンサーズでございます。キウナゴヤ。去年の10月1日からスタートしまして、今日で第25回目の放送です。まあちょうどですね、改編の時期となりましたけども、我々の番組ですね、半年間続けましたけども、来週も続きます。はい、皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。あのね、王子はね、もうこういう時期ですけどもね、雨にも負けず、風にも負けず、コロナにも負けず、食べ過ぎでね、ちょっと胃がもたれてます。滑り王子マスクマンです。はい。今日はもう膝が痛くて立ち上がるのにとっても難儀してます。味噌煮込み好きです。はい。鶴ヶ島のカーズ兄さんありがとうございます。はい。無事、改編も乗り越えまして、4月以降も、頑張ろう。よろしくお願いします。名古屋のダンサーズでございます。はい、お願いいたします。お願いいたします。はい、ということで、今週のテーマは勉強スタート。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。今日は、名古屋はええよコーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知岐阜三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、名誉フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送を一貫サポート東海協和、本日より新しいスポンサーさんになります。よろしくお願いいたします。違います先週からです。はい、以上の各社で、提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールでございますね。はい、お願いしますね。ちょっとね、最近王子もね、多分あれかな、食べ過ぎでちょっと胃がね、ムカムカしてますんでね、いろんな意味でね、喉の滑りも悪いんだよね。でも、いいね、食欲あるってことね。そうそう、だからなかなかね、病気にならないですよ。うん、いい、それが一番、それが一番。メタボにはなるけどね。ね、あ、そうか、そっちの病気には気をつけてよ。そうです。はい、はい、じゃあメール行きます。はい、お願いします。はい、対、名古屋チームの皆さん、こんばんは。島造りの浜名尾で、怪我をしました、アレックスです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、ごめんなさい。暇通りの花尾だった。今なんて言った？俺浜直って言ったけど、俺思わずだから今メール見ちゃったごめんね。なんか難しいもんだなと思ったんだけどね。花尾で怪我をしました。私頭悪いんで勉強しないと仕事で できないさ。臨床心理学の本を読みまくってますが暗記できない。そして話題が変わるけど。コロナのせいでプロ野球がどんどんと延長され、あ、ごめんなさい、延期され、フラストレーションがマックスです。王子寒いセリフでコロナを滑らせて、いやもう今日はね最初から滑ってるよね。なんかもう番組から滑ってるよ。エコーいりますか？エコーいりますね。はい、ちょっと待ちくださいね。設置する。はい、やります。あのね、はい、まだちょっとねあれですからね。はい。中村明菜に言われたい胸キュンセリフ。もう絶対にアレックスを離さない。苦しい時は僕を思ってくれ。今夜は君を離さない。じゃあヒマラックを出荷します。王子も出荷してほしい。お引き取りください。うまい。はい、ありがとうございます。いいですかね。どうぞ。はい、キウ名古屋の皆さんこんばんは。読谷村のフルムイカリです。こんばんは。今週のテーマ勉強。私は受験勉強が嫌いです。大嫌いです。不器用ゆえに大学入試で三浪した経験があるのです。今思うと無駄な3年間でした。この3年間を自分のやりたいことに費やせばよかったと今とても思います。でもこの3年間があったから今の自分があるのだよな、そう思いもします。歳を重ねても不器用さ、本質的なところは変わりません。でも自分の興味がある内容については調べてまとめたいという欲求がありますね。こういうことも勉強になるのかな。ではでは番組最後まで聞いてます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそうですよね。あの、まあ学生時代ね、まあ何年か、まあ3ね、高校なんか、高校中学校3年間ですけども、うん、まあそれはあったからこそね、あの、いろんな意味での勉強にはなってると思うんですけどね。うん、王子もあれだな、あの別に、ね、しっかり勉強しなくてもね、あの羊の方から怒られまくってましたからね。それでもあのこのようにちゃんとして生きてますんで。ちゃんとしてるかどうか微妙だけど。おだまり。はい、では続いていいでしょうか。はいはい。なんか声聞こえてきた。はい、マスクマンさん、味噌煮込みスキーさん、名古屋のダンサーさん、こんばんは。こんばんは。今週もよろしくお願いいたします。ラジオネーム、卵屋さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。最近勉強したことはスマホの使い方かな。ガラケー、シンプルスマホからのアンドロイド携帯、かなり苦労しました。まだまだわからないことがありますが、Facebook で毎日投稿したり、ラジオに投稿できるぐらいになれました。勉強は嫌いな私がスマホを使いこなせるなんて。今ではスマホがないと日々が暮らせないですね。旦那もガラケーからシンプルスマホに。今のシンプルスマホはアプリも取り込めるようになっています。旦那にシンプルスマホを猛特訓してラジオ投稿の世界に引きずり込み、しめしめの私です。ということで、はい、画像をいただいております。画像は天郡蟹江町のすなりの桜です。まだちらほらかな、満開だとこんな感じということで。まだ名古屋はあれですか、ね、今ね、満開ではないですね。これが多分見えるかしら、はい、光ってる、うんうん、まだちらほら。でもね、あの満開になるとこんな感じみたいですよ。ああ、まだ写真はやってたのね。あるよ。で、今これちょっと咲いてるかなっていう。まだつぼみいっぱいですね。ということで、まだまだもうちょっとですね、桜。うん、でも楽しみですよね。でも今年はね、お花見って言ってね、こう宴会とかできないですもんね。まあそうですよね。まあ観覧だけのね、うん、形になると思うんですけども。見るぐらいですよね。でもね、今の玉子屋さんのねメールでね、あのいろいろスマホでね勉強になることとかあると思うんですけど、ね、あの王子もね、あんなことこんなこといろいろ勉強してますよ、スマホで。え、どういったことですか。いやいや、ここでは言えませんけど。そうそう、今日なんか、何かわからない機能があって、ダンサーズに必死に聞いてて、何これって聞いてたよね。今日聞いてましたね。まあ、いろいろね、あの、何でした？なんか、ほら、
なんか、ツイッターの表示がなんかうまく、なんとかって言って。ああ。でもあれで、はい。いろいろでやったんですけどね。治らないんだよね。解決しなかったの？うん、なかなかね、やったんですけどね、治らないんですよね。センシティブな内容という。そうだね。はい。それは、もうね、このね、滑り王子の存在がセンシティブです。ああ、そういうことか。シャットアウトされるのかな、やっぱり。え？シャットアウトされるのかな？お黙り。もうやだやだ。じゃあ続いていきます。はい、お願いします。パティスリーシンさんからですね。はい、ありがとうございます。こんばんは。これ僕だけだったら申し訳ないのですが、学生時代は勉強より遊ぶことが楽しいし、なんだ勉強嫌いだったのですが、大人になったらめちゃめちゃ勉強したくなりませんか？僕だけかな？あのね、大人になったらいろんなことの勉強したいですよね。うん、勉学だけじゃなくしてね、いろいろこう勉強したいことありますよね。例えばそれはなかなか、まあ一つだけ。うん、ねまあ王子なんかだとね、うん、やっぱり、ミッドナイトの勉強したいな。今なんかこんな色っぽいポン出しがあるのね。みそちゃんはなんかあります？勉強は、やっぱり自分の趣味を勉強したいですね。まあそうですね、やっぱり、今やっぱりガーデニングとか、なんかハーブとかね、そういうのが。この前アロマテラピーの資格も取ったので、やっぱりそういうハーブのアロマの勉強がもうちょっとしたいかなと思うんですけど。うん、あれ、ごめん、真面目なこと。いやいや、真面目ですよ。よかった。王子もね、いろいろこう YouTube を見ながらね、このマッサージなんかのね、テクニックをね、ちょっと、ね、伝授してもらいたいなと思いながらね、見てますけどね。追加して読んでいいかしら。はい。どうぞ。どうぞ。ひろっちさん、学童保育支援員さん、初見です。はい、さーい。岐阜人だがねって感じ。岐阜の方ですよ、岐阜人だがね。岐阜と名古屋が混じってますね。岐阜はだがねって言わないの？あんまり言わないんじゃないですか。あ、そうなの？浦添のしんちゃんさんがね、オープニング早々びっくり、番組継続よかったさーって。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、岡地からむしさんも、最終回かと思ったって。いや、続きますよ。なんか多分オープニングの感じがちょっとね、びっくりしましたよね。おっぱいは才能、くびれは努力さんが、中学生の頃、深夜ラジオに目覚め、毎日ラジオ三昧で勉強忘れ、高校受験も適当にやったせいか、不合格で夜間高校に通ったということです。そうですね、やっぱりね、王子もね、よくね、深夜放送聞いてましたね。でもね、私たち深夜放送世代なんですよね。そうそう。すごい面白い、なんか、親に内緒でこっそり聞いてた。そう、ちょっとね、エルティックな、ね、番組もありましたからね。なんかね、面白かったですよね。そうですね。でもまあ、それがね、多分この今につながってるっていう意味では、いい勉強になったんじゃないでしょうかね。でも本当になってますよ。ねえ。うん。いろんな意味でね、勉強になってますしね。ね、それがあったからこそね、こう青春時代をね、ちゃんとね、思い出しますよね。ねえ。ということで、ミネラルミラクルさんが、なんかすごい、絵文字で、何この氷という雪だるまがいっぱいってことは、これ王子なんか行った時のやつだね。うん。ね、それをね、してきてほしいな。何が寒いんだろうね。今日もみんな、あれかな、カイロとダウンジャケットをね、用意してるかな。ねえ、もう、あったかいはずなのにね。泉佐野の特急サザンさんが、オリンピック来年になるみたいということでね、先ほどね、首相が会談して、ね、来年ということで。うん、そうですね。はい。でしたね。ではでは、CM いきます。はい、CM ですね。はい。はい、キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8では、フォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員寮完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。
興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里まんじゅうとくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社、052-389-7817。キユナ名古屋。はい、続いてはですね、名古屋は栄養コーナーでございます。はい、今日はですね、あの名古屋検定というですね、あの名古屋に関するね、こう問題集ですね、そういったものが出てますので、ちょっと皆さんにね、答えていただきたいなと思いますので、ね、ツイッターなんかでね、答えをね、じゃんじゃん返してほしいなと思いますね。だいぶタイムラグあると思うけど。あ、そう？はい。じゃあお願いします。はい。まあ、まずね、第1問ですね、はい。地下街の多い、名古屋に昔からある歌、名古屋地下街の歌、歌詞に登場する動物は、選択肢があるんじゃないですか？地下街の歌？そうですね、選択肢、それ、あ、そうよね。ありますね。はい。1。はい。象。象。2。モグラ。モグラ。3。コアラ。コアラ。4。ドアラ。ドアラ。ドアラ。はい。こういったね、問題が出てますけどね、皆さんわかりますかね。王子わからないんですよね。その地下街の歌っていうのがね、わからないんですよね。みそちゃん知ってます？地下街の歌。あ、そうそう。サンロードのことかな、うん、地下街。あ、でもね、ヒントはですね、うん、地下に住む動物っていうのが書いてありますね。はい。今ですね、おっぱいは才能、くびれは努力、さん。はい。ドアラと来てますね。やっぱりみんなそう来るよね。ドアラって地下に住んでるかな。あ、東京サザンさん、モグラ。来てますね。はい、じゃあもうそろそろ答えを読みますね。はい、答えはですね、2番のモグラです。おーおーおー、正解は、正解ですね、特急サザンさん、浦添のしんちゃん、ほら、おめでとうございます。おめでとうございます。やっぱり地下っていうことですね、うん、そこがあの最大のヒントでしたね。まあそうですね、地下街ですからね。ああ、そっかそっか、うん、キャラクターがモグラの絵だったんですよ、確か。そう、あ、そうなの？うんうん、そうそう。サンロードだったかな。ちょっと地下街の名前忘れちゃったけど。はい。はい。そうそう。二問目いきます。二問目いきますね。二問目、はい。名古屋の地元財界、五節家に含まれない企業は？五節家って何ですか？五節家？五節家？はい。五節家って難しいですね。あの、ダンサーズにこの意味を、あの、解説してもらいたいぐらいなんですけどね。ちょっと難しいですね。それ、五節家じゃ、五節家じゃないですかね。五節家ですね。失礼いたしました。王子の、ね、勉強の足りなさがわかりますよね。今、玉子屋さんからね、はい、メールで答えがもぐらってきてました、さっきの。正解です。正解です。この五節家ですね。五節家の、1番は、トヨタ自動車。2、東邦ガス。3、松坂屋。ま、松坂屋ですね。はい。4、中部電力。
まあ、これはね、なかなか王子もこの、なかなか理解できないんですよね。お節気に含まれない企業。地元財界。全然わかんないわからないですね。まあ皆さんね、この大手企業ばっかりですけどね。うん、まあこれはまあ早速答えはですね、うん、一番のトヨタ自動車でございます。ちょっとこれ難しいね。難しい。名古屋県ってそんな難しいの？これね、はい、これはちょっとね、面白いのがありますんで。はい。また今日もね、王子の美声がね、届いちゃうと思うんですけど。はい。なんか、エコーがいるの？エコーはいるかな？じゃあ次の問題いきます。はい。ちょっと緩くかけますね。はい。ボンボンボーンと時計が三つ。はい。名古屋名物の CM ソングですが、何の CM ソングでしょうか？うん、1、エビせんべい。2、八丁味噌。3、ういろ。4、すがき屋。これはね、地元の人なら結構わかるんですけどね。うん、ちょっと、他県の方だとわからないかもしれないですね。今他県県外の方ですけども、東京サザンさん、はい、おっぱいは才能、くべりは努力さん、ウイローでヒロッチさん、ウイロー青柳ウイロー、皆さんウイローウイローと来てますけども、正解は、ね、正解ははい、皆さん正解でございます。ウイロー。そうなんだ。そっけなく言わないでよ。あれそれなんかもっとなんかねえ。あとね、もうこれはもうね、もう皆さんにもお分かりになるような問題をね、一つ出しますので、これで最後にね、したいと思いますんで。はい。ね。名古屋にはね、とってもね、有名なね、イケメン王子がいます。その王子の名前は、これはもうね、選択問題ではございません。もうみんなわかってるよね。誰か答え来てるかな。ということでですね、はい、時間となりました。はい、ということで今日は名古屋検定の答えをみんな早く。キユナ名古屋。はい、結局名古屋検定の話をしてて最後何だったの？誰ですかって今来てますけども。だよ。おっぱいは才能、くびりは努力さん。もうこれ以上言いません。もうひろちさん奈々ちゃん人形って答えてるけど。いいこと言うね。MK 流さん、赤服の会長さんって。はい。もういろんな人にね返信しないといけなくなりましたよね。そうするとね。はい。じゃあメールに戻りますか。はい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 、じゃあいいですか私から。はい。どうぞ。はい。ラジオネーム、おばあからもらったプライベートジェットさんです。ありがとうございます。今年のテーマ、勉強。学生の頃はあまり勉強は好きではなかったですね。大人になってから仕事上何度か資格を取る機会があり、その時はかなり頑張りましたね。横浜も桜がだいぶ開花してきました。名古屋の桜の名所もそろそろ見頃でしょうか。放送楽しみにしてます。ということで。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。咲き始めですので。ですね。はい。見頃は。もう、少しあるかな。もしますもまだまだですね。うん、来週ですかね。来週でしょうかね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。愛媛のしんちゃんです。ありがとうございます。今日のテーマ、勉強ですが、学生時代の勉強のお供は、ラジオでした。ラジオに集中して、勉強には全く集中していなかったんですけどね。だからでしょうか、成績は下から数えた方が早いくらいでした。でもラジオから教科書に書いていないたくさんのことを学べたと思います。今もラジオから勉強しています。
そうですよね。もういろんな、想像力が豊かになりましてね。いろんな意味で、脳の回転が良くなるんじゃないかなって、王子はね、思ってますんで。ね。この王子のね、この喋りのトーク、これを、これからでいろんなことを勉強していただきたいなと思いますね。また今日も叩かれたね。地獄を見るわよ。あれ、はい、何ですか。はい、はい、凍った。たもご屋さんからね、実はさっきの問題をね、一生懸命答えをね、メールでいただいてたんですよ、ね、メールで。はい。で、ウイロっていう答えもありましたし、あと、これ、大水路って書いてある。大水路っていう答えと、あと、あ、そうそう。チーキャスがわからないからメール拾ってっていうことでメールできてます。はい。で、先ほどの地下街の、ごめんなさい、ちょっと音程がわかんないんですけど、歌詞がね、モグラの地下ちゃん行ったとさ、南南名古屋の地下八丁っていうね、歌詞がちゃんと。あ、そうなんですか。もう知らなかったですね。これ、うん、多分テレビ CM で昔やってたんですけど、うん、聞いたことありますよ。あります。うん、ちょっとでも自分はまだ自分は歌えないんですけど、この歌詞ですか。聞いたことありますけど、ね、うん、ちゃんと歌詞までいただきまして、たもご屋さんありがとうございます。ウイロのがインパクトありますから。まあそうですよね。ね、はい、そしてそうそう、オープニングでダンサーズが言ってた、はい、あれで、ね、あーびっくらこいった存続おめでとうございますということで、たもご屋さんからいただいております。はい。そして、4月以降もよろしくお願いいたします。ね、そして、これからは、キーウ名古屋で沖縄の勉強したいですって。ああ、ぜひ、我々のね、ある、まあ、これだけね、お邪魔させていただいている中での、まあ、ちょっと、ほんのちょっとの情報ですね。ね。をお伝えさせていただければ。そうですね。沖縄の情報と、また逆に、名古屋の情報ですね。名古屋の情報を沖縄の方へね、はい。発信できたらと思っていますので、はい。これは新年度も変わらず、続けていきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それよりかさ、誰か早く答えを出してよ。何の？何の？イケメン王子は誰でしょうって。もう、だって、泉さんの特急サザンさんは、寒いって書いてある。答えいるんですか？いります？ね、ここにいるんだけどね、ちょっとへこんでるんだよね。あ、おかちからもちさんがマスクマンって書いてる書いてる。やった、ありがとう。浦添のしんちゃんさん、中川家って書いてある。なんか、中川家ってなんか別のね、お笑いの方みたいな。漫才やりますね。ってなっちゃうけど。はい。では、はい、エンディングでーす。はい。はい。はい。では、来週のテーマは？仕事、ワーク、ジョブ。どんな仕事をされていますか？仕事の思い出はありますか？で、お願いいたします。はい、お願いいたします。この番組は、陸上、海上輸送、一貫サポート、東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん。ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ。フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓。高級木材のご用命は、名古屋中川名木。こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございます。そして4月、来新年度からもよろしくお願いいたします。来週もあるよ。お、そう、来週もありますよ。来週もありますよ、はい、来週4月、新年度になりますので、ね、はい、はいはい、よろしくお願いします、はいはい、来週もね。ではでは、寒くなっちゃうかな。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかもう最後のクイズ何だった？いや、あれみんなが一番わかるよね。名古屋の問題だと思ったんだけど。もう誰ですかって来てるからね。誰ですかよ、誰ですかって。素顔マンじゃないよ。ね、はい。というわけで、こんな感じで、また来年でも行きます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お願いします。